今回はどんな生物について解説してくれるんだ？今回は地上最強の動物ラーテルの正体について解説していきます。サバンナやジャングルで絶対に出会いたくない奴は多い。しかし、それはトラでもカバでもない。アメリカの科学雑誌が2009年に発表したところによると、世界で最も恐ろしい陸生動物は、ラーテルだ。ギネスブックも、ラーテルを世界一恐れを知らない動物として認定している。ラーテルは、アフリカ大陸とアジア大陸の草原や砂漠に生息し、ツチブタのような他の生き物が掘った巣穴に住み着く。見た目が似ているアナグマとは別の動物である。ラーテルは、蜂蜜が大好物。ラーテルもアナグマも、肉食獣の最大グループであるイタチ科に属している。イタチ科の仲間には、フェレットやヨーロッパ系長イタチやミンクやクズリなどがいるが、この中で蜂蜜を食べるのは、ラーテルだけだ。ラーテルは大きな鋭いカギ爪でシロアリ塚を荒らし回り、傾斜の金網を引き裂き、蜂の巣を粉々に破壊する。のラーテルを蜂の巣へと導く役割を果たすのが、ノドグロミツオシエという鳥。蜂の巣を見つけると鳴き声で知らせ、ラーテルが巣を壊して蜂蜜を食べた後のおこぼれの巣の残骸や蜂の幼虫をさらう。ラーテルはなぜこれほどまでに無敵なんだ？その理由はたるんだ外皮にある。背後から捕まえられても、皮膚の内側で体をねじって反撃できるのだ。天敵はほとんど存在せず、挑発されれば人間を含むほぼ全ての動物に襲いかかる。これまでに、ラーテルが攻撃したり殺したりしたのは、ハイエナ、ライオン、トラ、ゾウガメ、ヤマアラシ、ワニ、クマなど。好物の毒蛇に至っては、口に加えると、ものの15分でガツガツと平らげる。さらに幼いラーテルまでも殺して食べるので、子供が成獣になるまで生き残るのはわずかに半数だという。相手の急所を狙って攻撃するラーテルも？伝説によると、相手の急所を狙って攻撃するラーテルもいるそうだ。このことが最初に報告されたのは、1947年。大人のバッファローにラーテルが襲いかかり、その睾丸を食いちぎるところが目撃されたらしい。さらに、ヌやウォーターバックやクーズやシマウマや人間までもが、ラーテルに去勢されたと言われている。パキスタンでは、ラーテルは美人と呼ばれ、死体を墓から持ち去る動物と言われている。この類の身の毛もよだつ恐ろしい評判が広まっているためか。イラク戦争中、現地に駐屯していたイギリス軍部隊が、地元民を恐怖に陥れようと、おびただしい数の熊に似た人くくい動物を町に放ったと非難された。結局、その動物はラーテルだったと判明したが、城に殺到したのは湿地帯に洪水が起きたからだった。終わり。